ジョージュ・パジェット・トムソンは、イギリスのケンブリッジ生まれの物理学者である。1937年電子の波動性の証明によってノーベル物理学賞を受賞した。父親もノーベル賞受賞者のジョゼフ・ジョン・トムソンである。ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジで数学と物理学を学んだが、第一次世界大戦の勃発により、軍部や、 ファンボロー基地での空気力学の研究などの職務に就いた。戦争が終わると父親の後を継いで物理学者の道に進んだ。ケンブリッジ大学やアバディーン大学で研究した。1930年にインペリアルカレッジロンドンの教授となる。1930年代の終わりから第二次世界大戦中は原子核物理の分野の研究をした。その後空気力学や 社会における科学の役割についての著述を行った。1930年王立協会フェロー選出。ルイド・ブロイの物質派の理論を受けて、1927年に金属多結晶による電子線の解説、干渉現象を示すことによって電子の波動性を証明した。その功績により、クリントン・デイビソンと共にノーベル物理学賞を受賞した。 父親が粒子としての電子を発見し、息子が電子が波の性質を持っていることを示したことになった。ありがとうございます。